私にとってもなんですけれど、ワンピースというのはもともとどういう作品だったのか、やっぱりそこに立ち返りたいというのがあったんですよね。まあ、というのは小田さんの方から今やる意味があるものにしてくださいっていうのはもうずっとあって、ワンピースというのはどういったものだったんだろう、じゃあやっぱりルフィはどういったやつだったんだろうという形のところに、やっぱり自分なりに一回立ち戻りたい、そうすることで、初めて見る人もどっか分かってくれるんじゃないのか、今まで見ていたお客さんももう一回そこに戻ってくれるんじゃないのかというのが今回やりたいことの大きなポイントですね。私にとってワンピースってなんだっていうことで立ち戻って出した答えが今回のフィルムレッドです。ワンピースとはどういうものなのかだったりとか、それを考えていったときに当然ルフィは必要です。でもルフィだけでは描けません。そこに絡むあるキャラクターのところをどうしてもお話上出せるといいよねと、それは脚本の黒岩さんとかプロデューサー陣とも話はしていたんですよ。ただそのキャラクターはあまりにも重要だし大事だし、これはやっぱり原作者に聞かないとダメだよねと聞いたら OK が出ちゃったんですね。ついにシャンクスが登場ですよね。一番最初に出てきて帽子を渡して、俺に返しに来いと。だからワンピースはルフィたちの旅は、ルフィの冒険は一つはシャンクスに帽子を返す旅でもあるわけで、そのシャンクスがついに登場するわけですね。これはだから今までの敵がいてどうこうっていうのとはちょっと違うんじゃないかという、いわゆるシャンクスっていうとても重要な、原作の中でとてつもなく重要なキャラクターが出てくる映画で、これをまあ小田さんが許してくれたっていうのがすごい今回の作品のすごい重要なところで、じゃあシャンクスっていうみんなが知らないけどすごく大好きなキャラクターをどう扱うかっていうのが難しい難しいって話になっちゃったけどでそれでシャンクスがいる時のルフィはどういうふうに動くんだって、ルフ麦わらの一味はどう動くんだっていう、ある意味だからシャンクスっていうのが出てきたことによってなんか今までと違う化学反応が起きるのを楽しむというか、まあキャラクターを作る上ではすごい難しいし重要なところだなと思いましたけれど、だったらもうきちんとやるしかないよねと、彼のところもちゃんと分かる形にして、彼の過去とかそこのところも原作者の方とも話をしながら、何年前にどういう風になっててどういう風形の経緯があってとか、そこもきちんと作りましょうねと。難しいですね。だからシャンクスってルフィの女に来た時にどういう顔すればいいんだろうねっていうふうに、どれぐらいの線一本ぐらいのところでの表現のところでいくかどうか、最後の最後まで原作の小田さんとも話をしたのはこの口角、口の端ですね、口角が下がってるのか上がってるのか平行なのか、ここのところをこのカット単位のところで一つずつこうしようああしようという形で話をしましたから、シャンクスは絶対にかっこよくしなきゃいけない、これはもう大前提としちゃって、まあ、当然シナリオを最初に読んでるわけで、確実にそのシャンクスはかっこいい人物として、まあ、そのアニメでもテレビでもテレビアニメでも本誌でもやはりそのかっこよく描く必要があるので、今回もそれは絶対気をつけなきゃなと思って、例えばシャンクスのアクションは絶対かっこよくしなきゃいけないし、もうワンピースの物語冒頭からもう登場しているキャラでもありますから、まあ本当にルフィのその目指すべき存在というか、なんかそういうもう確固たるその位置づけなんですけれども、今の段階でまだその敵なのか味方なのかわからないっていう、なんか、うん、そういうミステリアスな部分もあり、とにかくそのかっこいいおじさんを描きたいっていうそんな感じで、やりました。撮影としてあんまりそのなんか軽い感じには
やっぱり見せられないんで、その通常のシーンの絵作りよりかは少し重めに、あのちょっと緊張感のあるようなあの場面作りっていうのは心がけてました。なんかそのなんかついにシャンクス出てきたみたいなっていうのが、なんかその見てるお客さんにもあのちゃんと見てあのすぐ伝わるようで、撮影としての画面作りはしてましたね。シャンクスってあんまりこの自分でその剣を抜いて戦うところって多分ほとんど描写がないと思うんですけど、そこであのなんか刀が燃えてるぞみたいなとかっていうのは特にやっぱ指示も何もなくて、これはとりあえずダメって言われたらやめようと思ってやったんですけど、まあ僕個人としてはそこはちょっとこだわったと思いますね。やっぱシャンクスの池田さんが取材で東映アニメにここにいらっしゃったことがあって、池田さんってまあ結構言葉少なでいらっしゃるんですよね。あまり多くを語られない、あのお芝居当然ものすごく素晴らしいんですけど、普段は多くを語られない印象が僕はあるんですけれども、その池田さんがいや本当に今回の映画本当にいいんだよなっていうことをおっしゃってくれて、僕本当にその時にちょっと感動しちゃって、いくつか脚本の黒岩さんとも相談して、こういうアイデア、ああいうアイデアとかいくつか出してたんですよ。でその流れのところで、私の方が歌を使おうかと、第1話のところでもすでに、まあこれは、ルフィはまだ子供ですから、あの赤髪海賊団の人たちですけど、バーの中のところでこう歌ったり踊ったりとかして騒ぎを起こしたりとかしていますし、基本的にあのやっぱり陽気な海賊たちだったりとかそういったものを表現しようとしていった時に、歌といったものに関しては入ってもおかしくはないだろうと思ってはいたので、ここは大丈夫だろう、いけるだろうと思ってはいましたね。歌といったものをキーワードにすれば、それは今までのワンピースの映画の切り口とは違う形になるし、あと初めて見る人だったりとかに関してもどこか見やすい要素ができるのではないだろうかというのもあって、そこのところを今回の突破口にしようということでキーワードにしてます。あのもうワンピースのもう世界を知っててワンピースが好きな人っていうのは、まあ、あんまり歌っていうのがちょっとこう食い合わせ的に今までないマッチングだなと思われる人も多いと思うんですけど、やっぱりまあ今回まあ世界でも多くの人に、より多くの人に見てもらいたいっていう思いも皆さんみんな作り手とかとしてあって、音楽っていうね、あの持ちあのファクターをね入れるっていうのは勇気がいりましたけどね、大変なんで、小田さんからもね大変ですよ音楽はって言われたんですけども、僕ははっきり覚えてるんですけど、歌っていうワードが出た時みんな歌ちょっと一瞬緊張感が走ったのを覚えてますね。まあ、やっぱりアニメって絵を描かないといけないので、音と絵をシンクロさせるっていうのは非常にこう難易度の高い実は作業でして、それに立ち向かう時のハードルの高さっていうものを多分その場にいた皆さん全員が感じ取ったと思うんですよね。で僕もやっぱりそこのハードルの高さっていうのはあの瞬時に感じてちょっと緊張感を持った気持ちになったのを覚えてますけれども、やっぱり今回、劇場をやるにあたって、まあ、今までの劇場と一番違うことってその今いわゆる、ライブシーンのところだったので、ここは絶対に力入れたいなと思ってて、あの今までやっぱりアクションに力は常々入れた作品作りをしてましたけど、このライブというところ、まあ、東映でもあんまりこうあの他の作品でも見受けられない部分に関してやっぱりその一番いいものを作りたいっていうのはもう最初から思ってたことで、まあ、のここは、他社さんにも絶対負けないものを作るぞっていう気合で、というかね、あの小田さんが音楽大好きなんでチーム小田で、あの小田さんがもう本当前面に立って、まさに総合プロデューサー前面に立って音楽やってき、ま、やってもらいました。それをじゃあ歌をどうやって聞
持ちよく流すタイミングを作るとか、物語の中で誰がどのタイミングでどういうセリフの後に歌えば気持ちいいのかっていうのを考えるっていうのが今回の脚本の中で一番のテーマみたいなところだったですかね。今回はルフィと同じぐらいワンピースにとって重要なキャラクター、シャンクスが出てきます。そのシャンクスに娘がいたというのが今回のキーワードです。そこのキャラクターのところ、ウタというキャラクターをどう表現していくかということに関して、プロデューサー側だったりとかとも散々話をした上で、最終的にやっぱり小田さんも交えて話をして、ウタっていうキャラクターが出来上がって音楽をテーマにやろうってなった時に、じゃあワンピースその世界の中で女の子の敵でルフィとどういう関係値なんだっていうのが、やっぱりその女の子とそのルフィの関係値を作るのにやっぱどうしてもこうストロークが足りない感じがしてて、途中でライターがやっぱり詰まっちゃった時にね、小田さんがこうしたらいいんじゃないですかってアドバイスくれたりして、ライターがこうその瞬間にキラッと顔が明るくなった瞬間があったんですけど、盛り上がるところの頂点がどうしてもなかなか上に行けなくて難しいなって言ってる時に、小田さんがそのルフィとウタは昔から知り合いで構わないっていうようなことを言って、それがやっぱでかかったなと思って、そうすると一気に映画だけのキャラクターじゃなくて、その原作のルフィが生きてきた人生の中に存在するキャラクターになった瞬間に、その小田さんが言っていただいた、まあ、アイデアであり、ある意味原作者としての許可ですよね、それがあったことによってなんかすごい急に、作ってる側もすごい一気に進んだなって感じはありましたね。まず歌唱パートと歌うパートと、演技のところを分けよう。そうすると歌うパートのところに関しては、今の日本のところで言った時に、日本を代表する歌い手さんを呼ぶことができるじゃないかと。アドさんという人がいます。今の日本の音楽シーンを引っ張る代表的な方の一人ですね。その方が今回のところに賛同してくれて、歌唱パートを担当してくれることになりました。じゃあ作詞作曲編曲どうしようかねみたいな、一人の人にお願いして全部やってもらっちゃうというのも考えたんですよ。でもそれだともしかしたら同じようなタイプの曲だったりとかがついちゃうかもしれない。それはあまり面白くないよねと。で、せっかくだからいろんな人にお願いしようかという形のところで話をしていたら、小田さんの方がこういう人たちちょっと呼んでみたいんだよみたいな話があって、結果的に今の日本の音楽シーンをどっか代表するような方々が、勢ぞろいしていただく形になったというのはあります。例えば新時代だと、あ、これは幕開けの曲だ、で私が最強だと、キュートで可愛いだけど強いのを見せたい、で海賊は大嫌いだと、あ、これなんかクラブっぽい感じにしたいなと、ライティングで、みんな私の仲間4曲目はモノクロ の世界の中で混沌としたこうカラフルなものを入れて、こうそれを交互に活かせたいなとか、まずそこの色のイメージから入りました。で、それぞれが全部違うテイストで見せたいっていうのが、まずありました。振り付けだったりところに関してもアニメーションのスタッフのところがやっちゃうよりは振り付け線頼んじゃおうということもありまして、ミキコさんという方にお願いしております。ワンピースとそういう、こう歌唱だったりダンスっていう組み合わせが意外だったので、振り付けがあるのっていうことがまず驚きだったんですけど、でも内容を聞いて、すごく重要な役割を果たす、ライブシーンが重要な役割を果たすんだなっていうのを知って、すごく興奮しました。ミキコさんたちに振り付けしてもらって、振り付けにも見てるとすごい意味があって、
それを汲み取ってさらにコンテにしていったっていう感じですね。あのアニメーションでしかできない動きだったり、あの想像の世界でしかできない演出だったりっていうことが結構取り入れることができたっていうのがすごく初めての体験で、それはとても刺激的でした。今モデルって言ってその CG モデルを作るために踊りを踊ってもらったんですね、実際に。それを CG モデルに組み込んで、CG モデルの方、そのモデルをいただいて、でそれをさらに原画さんが、トレースするっていうよりもその絵を元に、踊りを元にさらにアレンジで膨らませてってもらって、で、色をつけてったという感じ。今回そうですね、キャラクターの色を作って、背景もライブ用に色を暗くなったり明るくなったり、全部がまず一番最初が楽しい、紹介のようなライブシーンになり、次があの歌の最強っぷりをこう出すようなライブシーン、そこからだんだんと歌の狂気につながっていくライブシーン、最後があのサイケデリックな、演出をされていたので、それが4曲ともこうバランスが取れていて、あの何でしょう、本当にフェス会場にいるような雰囲気にだと思います。踊りに関してはもう本当にモーションキャプチャーでもう あらかじめ、ダンサーの方が踊ってくれた振り付けがあるので、まあそれに合わせる、このライブシーンの尺だけでテレビシリーズ1本分ぐらいできてしまうぐらいの物量でだったので、今回それだけそのライブでライブシーンというのがに力を入っている映画なので、やはりそれに尽きると思います。小牧さんの才能がもう光るあのライブシーンだと思うので、もうライブのこの没入感っていうのを小田さんがあの気にされてたんですよね。あの映画を見に行っていた人たちがそのライブに見に行ってるという雰囲気に、その没入感が欲しいんだってことをすごく気にされていたので、その監督からは本当に一番初期の段階で空撮、まあヘリの空撮じゃなくてドローン空撮なんだっていう話をいただいてたので、まあドローンがやりそうな動きですとか、まああまりそこもリアルに突き詰めちゃうと面白くないので、そこプラス面白い動き、爽快感のある動きっていうのはあの多少味付けさせてもらいました。最初どちらかというと縁の下の力持ち的なその歌のモーションを作画の下敷き用にするとか、背景に関しても手書きのその、あの美術用の美術レイアウト、美術原図用にっていうところが一番大きかったので、まあ上がってみてまさかここまで CG 全面に出ちゃうとはっていうところも若干あったんですけど、うん、そうですね。なのでそういう組織力ですかね、やっぱり私たち売りというか、いろんなセクションがあってそれぞれのプロの人たちがいるので、まあ、ある程度自分たちでやったらお任せできる人たちがいっぱい後ろに控えてるっていうのは心強いですし、うん、エイジアはですね、エイジアは、最初に まずこう一個頭にふっと思いついた島を作って、まあ、島だっていうのは聞いてたので、で音楽の都だっていうのでとりあえずまず一個作って、でその後なんか音楽っぽいものっていうことで建物、なんか楽器に見立てたような建物とか置いてみようかなと思ったんですけど、ちょっとなんかワンピースでここまで、まあ、やっていいんですけど、あの今回のワンピースでどこまでやろうかなって悩んでた時に、あのふっとこう、なんていうの、フットじゃないな、夢で出てきたあのハープがあったんですよ。あのエレジアに立ってるでっかいハープ 4機か5機か並んでますよね。あれが夢に出てきちゃって、あこれ立てちゃうわっつって書いて、これ本当の話なんですよね、はい、で書いて出したらあのとりあえず通ったんで、あじゃあこれ軸であとはこうなんですかね、南ヨーロッパくらいの感じの
港町っていう雰囲気で書いていきましたね、はい、どこで歌っている設定なのか、どこで踊っている設定なのかっていうことをしっかりこう注視しながら、あとはそのライブ会場をいかに使いこなすか、使い切るかっていうことを意識しながら作りました。やっぱりあの羽が生えたりとか、衣装が途中でわって一瞬で変われたり、あのこうジャンプ、場所をワープできたり飛べたりするっていうことが人間技ではないので、結構だからそういうこう現実ではなくできることっていうことがいくつもあったので、そこが初めての体験だったのでとても楽しかったです。私もやりたいことはこうしたいんだっていう明確なものは出したつもりあるんですけど、それをさらに汲み取ってくれてかっこよくしてくれましたね。作画さんとかも海賊は大嫌いとかで、まあ、ここは怒り、ルフィたちとこう敵対するところとかで、まあ、踊りもそうだったんですけど、さらに作画でこうデフォルメしてもらって、羽とかもバッサーってこう上がってたりとか、もうかっこいい表情も含めて、なんかその感情、歌も感情を乗せてもらって本当かっこよくできたのが、もう感謝しかないですね。まあ、歌がテーマなので、その歌って、まあ、別にワンピースを知らなくて もう太古の昔から人間のエンターテインメントとしても根幹としてあるものなんで、歌がテーマになったところでも完全に見てる人はワンピースを知らなくても多分歌の力強さとか歌の持つ力とかが、まあ、今回の物語の根底にあるので、あの見ててそこはあの全然知らなくても共感できるお話です。この辺の多分ライブおよび歌パートだったりのところに関してはとても楽しみにしていただいて結構です。あの本当に今の日本の音楽というのはどういった形でできているのかだったりとかを多分この一本見ていただければわかると思います。そういう作りになってますから。本作のタイトルはワンピースフィルムレッド。この作品で登場するのはシャンクスの娘、そうあの赤髪のシャンクスの娘なのです。ワンピースをご存知の方なら今回の登場人物の重要性をきっと分かってくれるはず。ワンピースの根幹に関わる本作を絶対に見逃さないでください。ワンピースフィルムレッド、よろしくお願いいたします。